まず足のマッサージから行っていきます。足の裏を指で全体的にほぐします。足の下から上に向かってほぐしていきます。まずふくらはぎの内側を指でほぐします。次に足を内側に倒してふくらはぎの外側も手のひらで押すようにしてほぐします。そのまま太ももの外側も下から上へとほぐしていきます。自分の体重をかけることでほぐれていくのを感じます。足を外側に倒して太ももの内側もほぐします。股関節は大きなお腹に圧迫され水分の流れが滞っています。股関節も両手で体重をかけてほぐします。反対の足も同じようにやっていきます。足の裏は指ではなく叩いた方が心地よいと感じる場合は叩いてもいいです。ふくらはぎの内側のくるぶしの少し上に陣痛を促進するツボがあります。ツボを刺激しないように柔らかく心地よくマッサージしてください。お腹が大きくなり体が重たくなることで下半身の水分が滞りやすいです。このように下から上へとほぐすことで水分の流れも促していきます。最後に一番滞りを感じる股関節を体重をかけてほぐします。次に足首を回していきます。まずは外回しで5回ほど自然な呼吸をしながら足の指先でなるべく大きな円を描くようにしてゆっくり回します。内側も5回ほど行います。足首をほぐすことで体の関節がほぐれると言われています。鼠径部や股関節がほぐれて水分の流れを促します。足を揺らして力を抜きます。次はふくらはぎを伸ばしていきます。息を吸ってかかとを突き出して息を吐きながらつま先を伸ばします。これを5回ほど繰り返します。足がつりそうなぐらい頑張らずに気持ちいいと感じる程度に伸ばします。ふくらはぎの筋肉を動かすことによって下半身にたまった水分を心臓に戻す力になります。足を揺らして一度リラックスします。次に足の後ろ側を伸ばします。左足の裏を右の太ももにつけ右の足先を天井に向けて背筋を伸ばします。余裕がある方は息を吐きながら体を前に倒して自然な呼吸を5回繰り返します。足の後ろが伸びているのを感じます。足の後ろが伸びることで血液が流れるようなイメージで呼吸していきます。体を起こしたら息を吐いて脱力。反対の足も同じように行います。手をお尻の横について背筋を伸ばします。余裕がある方は息を吐きながら体を前に倒して5呼吸。背中を丸めて力を抜きます。この時赤ちゃんを覗き込むようにするといつも反りがちな背中や首を伸ばすことができます。体を起こして吐いてリラックス。壁の近くにお尻を置いて肘を床につき壁伝いに足を上げていきます。
足が上がりきったら足を腰幅に開き、両手を横に伸ばしてゆっくり呼吸していきます。上向きで横になるのが辛い場合は、お腹の大きさに合わせてバスタオルやクッションを腰の下に入れてください。下半身に滞りがちな血液が一気に心臓に戻されるのをイメージしてみてください。子宮への血流もアップするので、赤ちゃんもリラックスして過ごすことができます。最後に横になって体を休めてください。大きな血管が圧迫されるのを避けるため、左を下に横になります。膝の下にクッションを置いたり、頭の下にバスタオルを置いてリラックスしてください。